宋平春は、李氏朝鮮末期から、大韓帝国期の政治家である。日本名は、野田平春と名乗っていた。宋辞列の旧世孫にあたる。現在の韓国では、日の都羊七族及び新日派の一人とされている。宋文明の子として、環境道長次ぐに生まれる。父が、キーさんに生ませた諸子だったために家を継ぐことはできず、ハンスに渡った後、 ビンしのぎに目をかけられてその目かけの家で働くようになった。同治10年に部下に合格し、同治12年からは、司カ府の監察等を務めた。高所10年の更進政変の後、密命を受けて、金玉金を暗殺するために、日本に渡ったものの、説得されてその同志になった。帰国後は、金玉金に寝返った容疑で投獄されたが、 ビンダイシノギの息子であるビンエイカンの取りなしで出国した。出国後は教会軍首都を務めていたが逮捕状が下され再び日本に身を避けた。後部8年に日露戦争が起こると日本軍の通訳として帰国した後から新日に転校し一進会を組織した。後部十一年のハーグミッシ事件の際には皇帝、皇宗の上運動を展開。 これが、結果的に、構想を大意に追い込む要因の一つとなった。同年李関与内閣が成立すると、農商工部大臣、内省を務めながら、李広市旧党一審会員との連盟で、韓日合法を要求する、声明書を順守、曽根荒助韓国当官、李関与首相の3名に提出した。併合後は、日本政府から、朝鮮貴族に列され、死者が除赦された。 朝鮮総督府中枢院顧問になり、後に、白爵昇尺した。没後に、正三位、久美等が追贈された。白爵位を執着した長男の総称県は、後に、貴族院朝鮮直線議員に直任されている。2002年に発表された、新日派708人名簿と、2005年民族問題研究所で、新日人名辞書に収録するために整理した。 新日人名辞書収録予定者一時名簿に、長男の総称県とともに選定された。2007年に、新日反民族行為真相究明委員会が発表した、新日反民族行為195人名簿にも入っている。2007年5月2日、新日反民族行為者財産調査委員会は、総平春親子の財産を国家に、菅治むすることを決めた。 委員会は11月22日に第三次財産監修対象者を選定しながら新日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法施行以後に第三者に処分した総平春の財産に対しても国家に帰属させることを決定した。ありがとうございます。